らへです。皆さん、もう買ってますかということでね。よいしょ。今日はね、公務員になって半年でね、休職になってしまいました。ダメですね。向いてないですね。もう辞めてしまおうかなと思うぐらいです。もう、なんでこんな性格になってしまったのか自分ではわからない。どうしようかなというふうに、ね、悩んでるんですけど、悩んでも仕方がないのでね。うまくできないな、仕事。なんでやろう。こんなに辛いことばっかり続くのは自分のせいなのかな。よくわからなくなってきた。どうしてやろう。こんなにね、辛い思いするぐらいになったら、働かない方がいいのかなとか思ったりとかするんですけど。なんでかな。せっかくね、障害者職業支援センターとか A 型作業者とかでね、働いてもうまくいかないことが多かったんで、その時に働いてたことがね、うまくいけばいいなと思っております。どうするかな。一人で話してても辛いことばっかやし、困ったなと思ってるんですけど、ゲスト、アンドロイドもゲストを呼べるようになったんですね。知らなかった。こうやって配信することもできるぐらい辛いことばっかりで、なかなかねうまくいかなくて、半年くらい。やっぱ電話とか窓口業務とかやってたんで、少ししかやってないんですけど、それでも苦手なことをずっとしてるとか、なんかタイヤの穴の開いたタイヤにずっと空気を詰めてる感じがしてて、頑張っても頑張っても何かが進まないっていうか、うまくいかないことをずっと感じながらやってたんで、辛いなぁと思いながら話してました。今日はね、休職前日になるんです。明日から
一応ね、休職という形で1ヶ月ほどお休みになるんですが、うまくいかないっていう状態ですね。診断書を持ってかなきゃいけないので結構辛いなと思うんですけど、まあ社会人それぐらいは自分でセンターかなと思っております。他人からどう見られるんでしょう。すごく怖いです。もしね、Android のベータ機能でね、話してもいいよっていう方がいらっしゃったら、ぜひね、リクエストしていただけるとありがたいと思います。今日はね、給食前日です。さっきから何回も言っていますが、給食前日になります。